いや、そんなこと言わないで、勉強しましょうよ。もっとあなた勉強しましょうよ。は？お前なんか今教えてってきたのに、なんで急に勉強しましょうよね、かな。だってあなた勉強が足りてない。お前に親切せえへんからやろ。やろその草でなんて言うか。いや、だから勉強会に来たらあなたの、その、おっしゃってたことも、言うことができます。言うチャンスがあるかも。チャンスを与えます。鍵格好やろ。てか、もっと勉強になります、あなた。もっともっとあなた素晴らしくなりますよ。僕の見立てては鍵格好やろ。なーね、お前、教えてほしいってやってきて。ほんで、なんでそんなセリフになるの、急に。教えてあげますよ、的な。僕の見立てでは。じゃあ、うちの見立ても言っていいか。格好困ります。あ、どうぞ。お前勉強しすぎたんちゃう？これがうちの見立てや、お前に対する。いや、勉強は大事ですよ。座学やろ。座学しかしてへんのやろ。勉強は大事やな。一生勉強やな。で、一生座学するの。いや、これは座学じゃないです。わざわざ訪ねに来たの。座っとるやつ、お前。おいおい。いや、でも、歩いてきたので、ここまで。暑かったですし、むちゃくちゃ。本当にひどいですね。その、かっこないの。が、その、本当にひどいですね、のあたりは。この暑さが来るの。それとも、あなたが来るの。こんな暑さの中、呼びつけるあなたはひどいです。呼びつけて、へん。お前、おんの、ここに。おらんよ。うちの人で喋ってるだけ。SNS な。自分おるな、気した。それは妄想やねんじゃないよ。これがうちの演技力やねん。な小学校の時はもう演劇部に入ったこともあるし、その前から演技は達人ですよ。もう、そういうヘビーな感覚やったから演技上達して。何ってヘビーの感覚なんですか、なんですか。親父に毎日どつかれたって言ってるやん。もう流血やった言ってる。頭もへこんでる言ってるやん。親父の説教終わったら母の、言葉攻めやったら言ってるやん。で、だんだん体力ついてきた兄と毎日流血の喧嘩つけるうちだけ一方的に流血の方が多かったけど。